はようございます、一ノ瀬はじめです。今朝の母ちゃんのトーストアートは昨日忘年会で飲みすぎたせいもあってひどい。はい、息子の朝ごはんは唐揚げくんとご飯。湯気がすごいね、熱々いただきます。いただきます。はい、僕の朝ごはんは唐揚げ、大きいサイズだね。うん、なんかちょっと辛めの昨日買ってきたお惣菜いただきます。二品目は目玉焼き2個作ってくれました。今日は贅沢よね。ね、二日酔いもなく母ちゃん頑張ってます。よし、来た。はい、今日は息子がトワイライトスクールに行くので母ちゃんがお弁当を作ってくれました。イエーイ、二日酔いでもぶどうも添えるよおにぎりとウインナーとぶどう、うん、卵焼き入れたかったねまあ多分今から作ってくれるでしょう。頑張るぞ。はい、それでは。はい、午前中の仕事が完了したので今から昼飯に行きたいと思います。はい、昼飯のお店に到着。今日はね、丸源ラーメンで今から食べます。はい、母ちゃんがもうラーメン頼む前にどうしてもデザートが食べたいということで、みかんパフェピースじゃねえよ。はい、これが肉そばになりますね。美味しそうでしょう。いただきます。はい、今日はねもう土曜日で午後から、まあ、忘年会ありますけど、もう気にせずにニンニクチップをたっぷり入れました。単品で注文したタルタル唐揚げ、これがねかなり美味しいんだよね。はい、鉄板チャーハンです。これをねこう自分でぐちゃぐちゃ混ぜていただきます。はい、完食です。ごちそうさまでした。はい、それじゃあ腹ごしらえも済んだので会社戻って仕事頑張ります。はい、はい、今日はですねこちらのオスモモバイルを使っていつもの公園でちょっとテストをしてみたいと思います。今 iPhone でこれ撮影してるんですけど、この iPhone の音声は今スマートマイクで撮ってます。で、前回ねスノッパでちょっと試してみたんですけど、今回はこの DJI のオスモモバイルに乗せて手ぶれがどうなのかちょっと試したいと思ってるんですが、多分ね明日ぐらいにこのスマートマイクのアプリがアップデートされて手ぶれがねかなり良くなるということを情報としていただいておりますので、アップデートする前の段階でこのオスモモバイルに乗せて手ぶれがどうなのか、それでは今からいつもの公園で試し撮り行ってみたいと思います。はい、それでは今いつも手ぶれの実験をやってる公園にやってきたんですが、いかがでしょうか。前回のスムッパの時とあんまりね変わらない感じで歩いてるんですけど、スノッパの時はね、そこの、今、一番手前の街灯のとこから向こうに向かって歩いてみたんですけど、今日もね、そのルート一度やってみたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。見てる感じだと、結構、やっぱりオスモモバイル、優秀なのかな、かなりいいと思ってるんですけど、これであればアプリはね当然今スマートマイクのアプリを使って歩いてるんです、撮影してるんですけど、オスモモバイルの DJI GO っていうアプリは現在使ってません。まあ値段も相当いいですからね、こっちの方がかなりブレは抑えられてるんじゃないでしょうか。前回はここまで歩きましたね。
それではちょっと U ターンして走ってみたらどうなのか、ちょっと行ってみます。こんな感じで走って戻ってきました。どうでしょうか。ちょっとね、帰ってみて、もう一度よく見てみないとわかりませんが、それではちょっとこれから息子を迎えに行きたいと思います。